ビュート伯爵夫人を及び初代マウント・スチュアート、ジョダン・シャク・メアリンスチュアート、1718年1月18日から1794年11月6日は、イギリスの首相を務めた第3代ビュート伯爵、ジョン・スチュアートの妻である。1716年に、オスマン帝国駐在大使に任じられたエドワード、ウォートリー・モンタギューと、初代キングストンイコールアポミコールハル。 公爵エブリン・ピア・ポントの娘メアリー・ウォートリー、モンタギューの長女として、父親の認知のイスタンブールにて1718年に生まれた。母親は1718年までのトルコでの見聞をトルコ書簡集の形で出版したことや、首都の普及を講演したことなどで有名になった人物である。メアリー自身も1721年4月に、 チャールズ・メトランドによる人痘接種を受けた。1736年8月24日にビュート伯爵、ジョン・スチュアートと結婚した。ビュート伯爵は1762年9月にイギリスの首相になった。ビュート伯爵との間に五男六女が生まれた。主な子供は以下である。1761年にマウント・スチュアート女男爵に女せられた。ありがとうございます。